会場に続く階段にはレッドカーペットが。まさにベルバラの世界です。革命期のフランスを舞台に、男装した軍人オスカルと悲劇の王妃マリー・アントワネットらの人生を描いたベルサイユのバラ。1972年に発表された池田理代子氏による少女漫画です。この展覧会は誕生から50周年を記念したもので、東京、大阪に続き高知が3カ所目となります。会場には物語に沿って貴重なおよそ180点の原画などが展示されています。こちらはモノクロが多かった当時の漫画のページには珍しい4色原稿です。色がつけられたのは人気作品だけでした。会場でひときわ目を引くのがこちらのドレス。男装しているオスカルが生涯に一度だけ身にまとったドレスを再現して展示しています。この作品の美しさっていうのは本当にもちろんなんですけれども、この作品の中でですね、主人公のオスカルが自由と平等っていうのをですね、本当にに目覚めていく姿っていうのがこの絵とセリフでですね、本当に表現されていて、胸にこう熱く訴えかけてくるものがありますので、そういったのを感じていただければと思います。このほかフォトスポットも設置されていて、存分にベルバラの世界に浸ることができます。この展覧会は高知市の県立文学館で明日から6月18日まで開かれています。入場料は大人500円、高校生以下は無料です。展覧会は高知で3カ所目ということですが、 VTR にも登場した学芸員の岡本さんがベルバラの熱狂的なファンで実現したそうです。